本日、ミラノファッションウィークで開催されたプラダの2024年春のショーに DNH ユペンが出席しました。ビテニ、ロカシたちは6月にイタリアのブランドのブランドアンバサダーに任命された。 DNH ユペンのメンバーは全員オールブラックまたはブラックとバーントシエナのカラーウェイのプラダのディアパソンブラッシュレザーレースアップシューズを履いていた。このフットウェアは光沢のあるブラックレザーのアッパーで構成されており、レースアップクローザと立体的なシルエットを生み出す構造的なリップへと移行しました。さらにこのボーイバンドの靴にはゴム製のリップにエンボス加工されたブランドのロゴと頑丈なラグとレッドが取り付けられた厚いゴム製のソールが特徴でした。この靴は全て手縫いで作られ、合理価格は1270ドルです。一部のメンバーは、メッシュ要素とレースアップドメドが、特徴の SYSTDME ブラッシュレザースニーカーを履いていました。ジャンキーキッチン、スリドメバターに、ホワイトのアッパーにスリープリントされたロゴのイメージを含まれています。服装に関してはメンバーはリッチブラウン、オリーブグリーン、オレンジ、クリーム、黒など秋を中心としたニュートラルなカラーパレットを着ていました。ベルト付きのブレザーやボンバージャケットに加え、プラダのロゴをあしらった襟付きのオールカーディガンやタンクトップも登場しました。ボトムスには各メンバーがいくつかのバリエーションの黒のフリースパンツを履いていました。DNH ユペンは2020年に、ギブン・プリズナー・エニーという曲でシーンに登場しました。デビュー以来、このグループは、フィーバーと、オラール・オイ・ディ・ダブという曲で、短時間にスター場面を仕上がることに成功しました。ミラノ、ファッションウィークは9月19日に正式に開幕し、9月25日まで開催される。2024年春シーズンにはフェンディ、トム・フォード、ベルサーチ、グッチなど様々なブランドのファッションショーやプレゼンテーションがカレンダーで開催されます。